皆さんこんにちは。レック専任講師の福島でございます。本日はですね、私の、講座の特徴を説明させていただきたいのと、私の簡単な自己紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず私の自己紹介なんですが、レック名古屋校で、行政書士の一部の科目、そして、宅建の、ウルトラ速修講座、担当しております。実務で司法書士と行政書士の登録をしています。で、私の、自己紹介の中で、こちら講義の特徴にもつながっていくのでちょっとまとめてきました。ご覧ください。はい、私ですね、まず一つ目、司法書士、行政書士以外にもマンション管理士、管理業務主任者、宅建だとか、いろんな資格を保有しております。ですから資格試験の、合格方法っていうのは、いろんな試験突破することで、把握しております。そして2つ目、ここがちょっと私の、自慢するとこなんですけど、働きながら司法書士の試験合格しています。で、勉強時間ですね、よく働きながらといっても夕方の5時6時で、終わって帰ってそのまま勉強して合格するって方いると思うんですけど、私の場合は、朝の9時から、深夜の1時ぐらいまでずっと仕事してまして、でその後2時から朝の5時まで勉強するというスケジュールで突破してますので、なので、短期で、効率よく勉強する方法っていうのを皆さんにお伝えできるかと思います。ご興味ある方、ぜひレック名古屋校にお越しください。よろしくお願いいたします。